ソめ。気持ちええな。あ、減り方すげえな。ナス兄貴、そういえば仕事の取引先に兄貴の動画見てる同志がいました。そんなところでつながりとかあるんや。楓兄貴、上まで公安ありましたよ。絶対兄貴、その取引先もしかして。アキト兄貴、コクラー。オクト兄貴、ランダムクエマのピックアップ地獄ですよ。レベ0002兄貴、運営、そんなに700したいなら彫刻と銀行と談合で出してもいいんやで。特命さん兄貴、ここで打ち合わせするか。さかなクンさん兄貴、ファミリーやね。多分そう兄貴、リアルでバトオペしてる人すら見たことないのに。俺もリアルでバトオペやってる人見たことないわ。グリマンジュー兄貴、兄貴のおかげで取引有利になったなんて嬉しい。いや、ちょっとインセンティブもらえますか。ちょっと1割でいいですよ。やべえ、大変申し訳ございませんでした。いや、申し訳申し訳。僕と兄貴、友達しかやってないですわ。さかなクンさん兄貴、兄貴にマージン払わないと。マージンくれ。ステップアップ分もらいましょう。グリマンジュー兄貴、直撃でぶさ。アキト兄貴、バトオペにおすすめしたときに期待の。逆にどうする、俺の話出したから商談まとまなかったら。うわ、あいつの動画見てんのかよ。最悪やん。今回の取引やめるべ。小倉さん、ちょっと慰謝料払ってください。なんで。ほらー、うわー、コンジェガだ。てか2強しようか。じゃあ大丈夫か。もし仮にこれ動画にしたらバレるで。怒られちゃうよ。これ動画にして、あいつの取引先と YouTube のアカウントをバラしてやろうぜ。あいつオタクのなんか趣味バラしてましたよ。これちょっとやめた方がいいじゃないですか、取引。セキュリティインシデントですよ、これ。どうなんですか、これちょっと。他社の情報を漏らす悪質ユーザーがいますよ、これ。投稿者なのにグッド市場でタミンサラスのクサです。ケ兄貴、デジタルタプヤ。多分そう兄貴、本動画派生放送の切り抜きです。いてー。この位置が減りすぎじゃない、ちょっと。しかもあっち行ったし。ナス兄貴、アカンドキドキしてきた。ガチでバレる可能性あるからな。インターネットリテラシーを教えてくれる素晴らしい配信。もうちょっとだった。特命さん兄貴、それ恋かもしれません。さかなクンさん兄貴、ひなたは吹かれます。グリマンジュー兄貴、こじつ切り抜きの上がって動画で不自然なビートとか入ってたら笑う。兄貴、これ実
生放送見てないからって嘘流してあなたのアカウントをサブローとしてるかもしれませんよ。まんまとやられてます。もうなんか最近取引先とあの小倉さんの動画見てるんですよねって言った人はもうちょっとあの心当たりのある方、そんなやつ日本で一人しかいないだろ絶対。もっとでかいヒカキンチャンネル見てるんですよねとかいう会話ならまだしも、小倉チャンネル見てるんですよねって会話した。雷さん兄貴、惰性で見てたけどガラス系強いっすね。さすがにちょっと強くない？まあでも全部の動画見てるか分からんしな。なんか魚くんさん兄貴、さすがにね。そうそうそう、もしかして感情？多分そう兄貴、バトーペプレイヤーって範囲で見たら狭いのかもしれない。クリマンジュ兄貴、ヒカキンテレビじゃなくてヒカキンチャンネルなのなんか違和感でくさ。カエデ兄貴、上位レベルでパワー感じれるんだから多分強い。アキト兄貴、汎用機3カッコよくとどめさしたのに拳でねじ伏せられててくさ。可燃性の獣兄貴、ガルス系の口に格闘振りすぎですよ。ペッペア、ユー兄貴、これから毎日この切り抜きつけますか？ここから30日ぐらいちょっと、ここの切り抜きやりましょう。ナイス。玉兄貴、キャノン指導の方が良いですか？ちょ、あ、あ、あ、夏兄貴、兄貴の配信があるんですけど、これ以上語ったらさすがにまずいと思うのでやめときます。魚くんさん兄貴、脈絡のない切り抜くさ。匿名さん兄貴、編成隠し用の動画作りますか？アキト兄貴、生き別れの兄弟をここの放送で探せば30日か世界に発信してくれるってことか。え、ポン兄貴、ゲームやってます。矢印ガンダムです。矢印バトーペです。矢印コクラさんに出ますの4ステップ突破したと思うとすごいな。カエデ兄貴、グサ。クリマンジュ兄貴、言ってないだけで普通に済ました顔でコメントしてる可能性もありますからね。ポン兄貴、次会った時にあなたさんですよねとか言われますよ。魚くんさん兄貴、シェアテオクレアン。あ、丸村さん、この前の YouTube のコメント面白かったっすね。くっそ草生えました。この前丸村の配信にコメントしてましたよね。あのコメント、くっそ草生えました。あ、これダメ出たし、これあ、いいんですね。ネギトロガンダム、これ動画にするか。これ動画にしますか。ちょうどいいし、はい、これちょうどいいからこれにしましょう。あ、